最高やん、ここ。いいね。リバーサイド、リバーサイドといえば。あ。誰もいないサイトはここにある。うん。やりますか？乗るで。ね。久しぶりにも。早くのもないし。最高ですよ、今。早く、早く。早く。早く、近いって。乾杯ビア。ビア手前に出してある。日本。いや、ビールじゃないよ。ビール。え？ビールでしょ。ああ、そうか、そうか。おたるビールって言ったんだよ。口悪いやつだな。って言ってんだべって。聞きました、今の。よし。はい。おたるビール。おたるビール。俺は、バイス。バイスって言うんだ。うん。乾杯ほうほう、はい、乾杯おほうまい、うめぇ。ここなら誰にも気にせずティノの声出せる、うん、あ、花粉症花粉症花粉症なの？花粉症じゃない。彼は花粉症じゃない。うるせえよ。またこのね、程よい風がさ、ちょうどいいね。心地いいのよ。これ、夏、秘書にいいね。あー、皮剥いで、ちょっとの苔だらけだから滑りそう。ね。うん。お姫様。やっとトリミング行ったね。もう鳥のさえずりとさ、自然感の音が。たまらないね。あ、今日ここのキャンプ場の紹介してなかった。そうだった。こちらは TCS ビレッジさん。恵庭町の。こんなに近いのに初めて来た。何回も来よう来ようと思いながらなかなか来れなくて ね。やっと来れました。の、あの、リバーサイト。そう、その名前、うん。今日はゆったりここでキャンプです。はい。ね、いいね。いいのもいっぱい散歩できるね、この森の中。うん。こちら、先日のフィールドサイドに出展されていた北海道の物産展で出したのかな、そう、うん、そしてあのテントテンさんが販売してたサーモマグです、はい、最近ゲットしました、これを。いつもね、イエティの使ってたんだけど、ちょっとでかいんだよね。これがさ、450ミリ、3号缶入れるとね、ちょうどいい感じで泡がね、泡がね、いいのよね。そしてこの保温性も良くて、ね、デザインとこの肌触りがねすごい良くて、はい、最近家でもヘビロテで使っています。毎日私はこれでハイボールを飲んでおります。今ビールやん。いや今はね、いいかい、うん、おーいいね。もう計算されたかのようなね。素晴らしい。なんでやねん。いいね。ね。グラスで飲むとさ、すぐ痛くなる。楽なんだよね。なんだろうね。謎。缶で飲んだら結構時間かかんないけど。焚き火でもしようぜ、うん。こちら、
チャッカロン。こちらね、就労支援もされているということで、ECS さんが。うん、それでこういうのを作って、るんだって。これに火をつければよ、このまま。いいですね。つきました。はい。これに。ついたのかな？ついたね。松がぽっくりと。焚き火見なかったの、お前。いや、こんな穏やかなキャンプできるとは。でしょ？キャンプ場には申し訳ないけど、混んで欲しくないキャンプ。またありますよね、混んで欲しくて。場所は非公開です。いや、わかる、わかる。お！あ？あ？詐欺じゃん。あいつかさっき。飛び方よ。詐欺だ。ほー！ほっけっけ。ルイスってちっちゃいの知ってた？知ってる。なんでウグイス餅っていうの知ってるか？ウグイスと同じ大きさだから。違う、同じ色。ウグイスの色知らんけど。でもよくウグイス色って言うよね。うん。人参認証が始まりました。結構火が飛んでるよ、うん、こっちに燃えるから。あ、燃えた、燃えちゃいやな。香りが燃えればいいんだ。おい、焼き豚になるわ。ちょっとやさ、足も燃えてる。焼き豚になるね。ちょっと手出せ、もらって。そう、痩せたな。ん、この足の太さ、ウエストもなんかあれだよ、緩くなったよ。痩せたのか。うん、抜け駆けやめてよ。別に抜け駆けしてない。いやー、なんてことで休めないでしょ。だって麻婆豆腐あんな量作るからよ。いや、俺誰もさ、作ったらその分食えって言ってるわけじゃないか。出せたら食うだろ。俺はだからそれを余したやつを弁当のおかずとかにしようとして作ってるのなんだかんだ食ってると思うよね。いや、だから作るんだって。いやー、だから言っても大皿じゃなくて小分けにしてって言ってんじゃん。それでやったらなんかすごい、なんか俺すごい嫌なやつみたいに思うじゃん。いいじゃん、自分だけ少なくても俺普通に食ってさ。いいよ別に、私これだけみたいな顔するじゃん。しないしない。だから嫌なんだって。分かれそれくらい。分かった、じゃあもう炭水化物食べない。あ、じゃあ今日も明日から。だってカレーには何が必要でしょう。いや、カレーも炭水化物だからね。確かにな、小麦粉だからね。うん、いや、何も食べれないし、したら。いいってないって。俺が守ってあげるからね、お前のことはね。私のことも守れよ。焼き豚になっちまえ、この野郎。うるせえ。あんたがそういうこと言うから視聴者さんも乗っかってそうやって言うんだって。もう視聴者さんは熱っ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 。この靴のここに入ったって、ここに熱っ。マジ熱っ。おい、穴開いたべや。熱っ。そんな近くにいるからよ。危ない。やー、ウケる、面白いわ。いや、ちっちゃくね、それ。小さいね。うん、あそこにでかいのあるよ。本当はさ、この大人になった笹の方がいいんだよ。うん、これいいじゃん、これ。ここにつくね、緩いからね、落ちそうになる、ほら。危ないよ、危ない。でしょ？危ないよ。うん。危ないよ。結構やべえんだ。危ないよ。危ないよ。やめろよ。危ないよ、その前かがみやつ。できんの？うん、あ、ちぎれちゃった。降ります。うん、こうね、こうです、こう。あ、すごい。こちらも同様に。やっぱおじさんにもなると知恵力がすごいよ。やめろよ、ちょっと小さす、あ、ダメだ、小さすぎんの、もうちょっと大きいさ。さささささ。やられてんだ、このささが。あ、いいね、いいね。もうなんかもっと昔作ったの大きかったような気がするけどな、ささの感じが。
確かにね、うん、私もできた。これ、はい、じゃあ俺のとサオリ号、うん、はい、頼むよ。いざ出航。やっぱ夫婦だからくっついてるもんね。おい、お全然動かへんやん。全然旅に出ないじゃん。戻りつつあるしもあ、ヤシのやつ転覆したヤシのやつ転覆したけど、私のやつも横になりながらダメじゃん。ヤシのやつ転覆した。ウケるね。私のやつもただの葉っぱになったはい、よいしょ。本日の夜ご飯はカレー。何カレー、何カレー、何だろう。カレーなんかちょっと分かんないけど、適当にバターチキンカレー風やってみないと分かんないからね、俺の場合ね。まあね、うん、よろしくお願いします。はい、まずに構えて、俺を無視するな。俺を無視すんじゃない。何さ、何、何ですか。うるさい、あんた。そんな声したらキャンプできないでしょ。静かにシーって、落ち着かに。近くにいないと気が済まない。余ったらボンズだもん。存分にお客さんに来てもらいましょう。いやー、絶対うまいやつや。これだけでうまそう。もうじゃあこれでやめる。いやー、カレー、昨日の夜カレー我慢したんだから。そうだね。コリアンダー、牛乳いきます。そしてこちらに今回初めて登場、ココナッツミルクパウダー。これ初めてだね。やっとパウダーっていうものを見つけたから、うん、どこで買ったんだろう。キャロット、味見しながらだね。うん、めっちゃかかってる、ティノに。ティノがココナッツシーン、トリミングってばっかりなのよね。うわぁ、うまそうじゃねえか。あー、そうかもしれない。
ナンプラー。ナンプラー。白いね。だって、バターチキン。なんか嫌だな。意識すなよ。やめろよ。こら。粉かかってんじゃん、うん、いろんな粉。かわいいトマトそれ。ね、これね。つながってんの、草、うん。洗わないで入れた。1、2、3、4。レモン入れます。うるさいよ。完成。いや、めっちゃいい匂いするもん。今も食いたいって言ってる。カレーのお供はこちら。なんということでしょう。手伸ばし。なんということでしょう。そんなのいつなの、ね、これをまたヤングリドルで焼いていきます。焼いていく。なんなん。では行きたい。久しぶりに初めて作ったやつだけど、うん、すげえ美味しいと思った。自信作。うん。店行ける？店出せる。なんて店？え？レモタンカレー。やめろって。やめろって。楽しみだなぁ。わぁ、少なすぎだって。うまいぜ、これは。やべえな。やべえな。あらー、そう、絵面の予想だね。ダーチキン、ココナッツミルク、はい、バジルとトマトと全部入れてチキンカレー風、はい、どうぞ。それではまずどうぞって私作ったやつじゃない ね、ナスとバジルいただきます。どうやなんつけてちょっと濃かったかな。マジ？うん。まあでも。優勝。優勝。どれ？やばいよ。まずもうその手始めに近いもんね。手始めに。じゃあほら、料理がメインだから。そっか。うわあ、じゃあちょっとナスいってみますか。いきます。店やん、うん、店やんこれ、うん、うまっ。店だよほら。パンなのか何なのか手なのか。カリーゴーつってカリーゴーつっていただきます。これはうまいね。ちょっと確かに味濃いかも。ちょっと、うん、でもね、なんと食べればまあまあまあ。これケンジとあかりさんに食べさせたいね、うん、食べさせよ、うん、うまっ。今度カレー対決したい。いや、いやだ。うまっ、うん、近いって。そう、あ、違うって。そうご飯くれないからふてくされてる人いるわ、うん、はい、うまっ。やばっ。かつての私、これは店出せるね。うん、うまい。なんか日替わりランチの店とかやったら流行りそう。安い。これあれだな、今度ケイタンさんに食べさせてあげる。うん、インディアンで買ってきたって言ってバレるってすぐ、うん、これ本当にうまいっすよ、うん、マジで。いや、こんな自然の中で食べるナンカレーってこんなにうまいんだね。キャストでこんな美味しいもの食べれるなんて幸せだね。
っ込んでくれてありがとう。一生作り続けてる。味濃いのいっぱい食わして早死にさせっか。早く保険の受け取り俺に変えとけよ。変えてるよ。変えるの？一個だけ。塩気足りねえな。おい、めっちゃしょっぱいってもう。食べたらすぐに片付ける。ルーティーンだ。嫌なことは先に。いや誰かこのヘックスクラット持ってる人いないのかな。ね、これの良さを共感したい。でも一回コメントでさ、ヘックスクラット知ってる人いたよね、うん、知ってる人はいたね。しかも俺知らないでさ、出始めですぐ買ってんだよな、うん、だいぶ暗くなってきました。鹿さんが乗ってたの、川に歩いてたのに。うわ、白い木出てるもん。安だけだった。もうちょっとしたらインスタライブを始めようかと思います。暇だね。なんか何やってたっけキャンプって。さあ前はなんかもっと忙しかった気がしたけど、うん、何してたか覚えてないの。慣れたんじゃないキャンプに、うん、荷物も減ったからじゃん。いや夜は関係ないでしょ。いや片付けとかもないじゃん。朝ごはんは手軽にパンです。ここのパン屋さんね、めっちゃ美味しいんだよね。うちの、ね、小樽にある北連ショップのパン屋さんの。どこにでもあるんじゃないけど、どうなんだろうね。ただこのクロワッサン美味しいんだよね、マジで。北連ショップフードファームあさり店のパンだから、多分北連ショップだったら全部あんじゃない。うん。でもね、昨日の昼も食べたから。全部のパン美味しいの、ね。すべてのパンが美味しい。何個食べる？もう食ってんじゃん。ビフォーアフターを。ここカブトムシもいるな。いるね。クワガタ。絶対。そこにクヌギの木あるもん。どれ？あれ？うん。I remember the car rides, small fights, conversations all night. I never saw you as anything more than a friend, but now I see you in a new light. We're getting older. There's a sparkle in your eyes that wasn't there before. You give me butterflies. It makes me want.終わった。うん。いいわ、ほんとここ。本当ね。うん。場所は教えないけど。いや、分かってる、分かってる。最高。良すぎるから教えたくないんだよ。ね。こんな川あって、鳥の声聞こえて、うん。ティノもすごい楽しそう。いいね。最高。この朝からこの時間までのゆったりっていうのがいいですね。うん、もうあんたラーメンのことしか考えてないし、ね。そういうことか。行きますか、うん。これからラーメン食べて帰ります。はい。それでは皆さん次回の動画も楽しみに。バイバイ。